はい、バナーです。お久しぶりです。今日は一発でわかる日本の形ということで、これを作るために僕も勉強したので一緒に確認していきたいと思います。今日は東西南北端端っこ4箇所いきます。1つ目、はい、北側端っこ北海道稚内です。はい、ここからずーっと来て沖縄本島を越えてずーっと来て、ここが、与那国島です。日本の西の端っこ、すぐそこのここに台湾があります。上にはこう中国がある感じですね。でそして南の端っこ、本州からずーっと東京の島々を抜けて、さらにこうずーっと行って、まあ、大体この辺の下ぐらいですね。この辺にある沖ノ鳥島っていうのが日本の南端です。はい、満潮時になると結構埋まってきてしまっているので、埋まってきてるじゃないですね、満潮になってきてるとだんだんこうズン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 と埋まってしまうんで、一生懸命守っている島です。はい、そしてずっと東京から来て、ここからさらにグーンとこの太平洋のこんな真ん中にみたいな感じのところの、この辺にあるこれが、日本の東の端の南鳥島です。南と東がごっちゃごちゃになりそうなんですけど、東の端の南鳥島です。ここが東の端で、北、西、南、東というこの4箇所が日本の端っこの島です。ではこれを簡単に覚える語呂合わせをしたいと思います。体感で覚えるのが大事です。端っこの島はどこかなって思ったときに、はい、行きますよ。難しいか。わかんないから夜な夜な沖を南とる。わかんないから夜な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 沖を南通る。わかんないから夜な夜な沖を南通る。ああ難しい。はい、ということでちょっとグダグダだけど、はい、これで覚えられると思います。また何か説明するときに使いたいと思います。ありがとうございました。バイバイ。